スノーマンの佐久間大介31が7日放送のフジテレビポカポ月金曜前11.50にゲスト出演デビューまでの句を振り返った佐久間はデビューまで15年かかってます1年でデビューまで行く人もいたりえっとって言われてる人たちもいて僕たちは地下って言うと職人って言われてて当時宮での下積み時代が長かったと振り返そして ジュニアの歌番組でも呼んでもらえなかった。いっぱいいるので溢れてしまう。だったとし、仕事なくなったなってと当時を、そう。唯一の仕事が、先輩グループのライブの、バックダンサーだったとし、騎手、マイ、ニホリンとのライブでの、し、デを紹介。ライブに出たときジュニアって一曲だ。やらせてもらったりするんです。そこでどれ、決アと残せるか。 先輩たちも僕たちに対して、らを食うつもりでやれ。それぐらい目立って、いからってと少ないチャンスでどう、アピー、するかに苦心。キスマイ兄さんのファンたち、ら、少しでも、自分たちのファンを増やそう。そこに燃えてましたね、と語った。佐久間は、ジ、たちの曲をやらせてもらってアピールだ。リーとか、何が得意だろうってダンスなら悪、バット。先輩たちと違った自分たちの良さがルるって思って、 なんだこれって思ってもらえる。ウニと自分たちの魅力をどうアピールする考え、リハーサルも常に全力でと努力。それを、他、キシュ、マイ、ニフォリントが集まって、スノーマイやべえな。俺たちより勢い、ルカもしれないと話し合ったと聞き、ジュニ、時代それがすごく嬉しかったと明かした。